今世の中は大変混沌としております。これから先どうなるか、大企業観光庁に勤めていても安泰とは言えないことは、まあ皆さんも薄々感じていらっしゃることだと思います。かといって脱サラして商売やろうにも、大手量販店が値引き競争でしのぎを削り、中小個人商店などは次々に店を閉めて、あちこちの街にシャッター通りができるします。ではどうしたらいいか。まあ転職するにしても脱サラするにしても、ついている人にで、世の中をじっと見ていますと、ついている人、つまり幸運に恵まれている人と反対についてない人がいるようで、まあ、両者のつまりついている人とついていない人の差はますます大きくなっているように思われます。で、私自身30歳そこそこで脱サラして、初めはなかなかうまくいきませんで、自分はついてない人間と諦めかけておりました。ところがある時を境についてる人間になったんです、ね、そのうちの主なものを次に挙げてみますと、ついてる人はついてる人と付き合うんですね。だから月を引き寄せる力を持っている、まあ、宇宙の法則というと大げさですが、人の道を心得ていると。それからついている人は予兆ですね、何かの兆しをつかむ勘が働くと。で、ごく普通の人でも、まあ、天才でも、そういう霊感の働く人とかいうことでなくても、コツを飲み込めば10年先20年先が見通せるということを月を呼ぶこれからの生き方